じゃあおはよう。おはよう。よし。うん、いい天気。外は寒そうです。はい、おはようございます。諏訪湖の湖畔です。ほら、あそこでなんかみんな釣りしてるね。湖畔の散歩です。もう満足した？ペラそっち違うよ。ないこ。寒いね。冷えるから霜が降りてる。グー来たね。のりこ。空が綺麗になってきた。ペラちょっとフリスビーする？天気やな。すごい眩しいね。よし。ちょっと昨日元気ないかなと思ったからね、心配したけど、今日は朝から散歩行ってリスクもしてご飯ももりもり食べております。カモの声が怖いのか、ここのイメージが変な音がするところっていうイメージがあるのかな。ドーンとか、ね、昨日夜も散歩したがらなかったもんね、うん、外に出たくないっていう。今朝はなんかその元気に遊んだでよかった。ほら、でもさ、すごい天気が良くてさ、すごいいい景色です。なあ、贅沢。今日は諏訪湖の湖畔の別荘で。コーヒー飲んだら出発としますか。で、行き先は富山の方に向かいたいと思います。朝ごはんいただきます。じゃあお世話になりました。お世話になりました。いいとこやったね。ここ良かったね。じゃあこれから富山の方に向かっていきます。なんか昨日の予定よりもさ、全然進んでないからたくさん走らんといかんよ。予定なんてないじゃん。予定立てるのがバカらしくなってきたやろ。まあいいけどさ、気の向くままで気が楽だし楽しいし。リーダー諏訪大社、うん、御柱間良いさっていうのもあるし。岡谷市に入りました。エフフリーターさ、温度管理してくれるやつはさ、本当いいね、うん、ずっとつかけっぱなしできる、うん、前のやつは吹き出しの強弱しかなかったし、タイマーでつけたり消したりはできたけど、早朝の朝5時とか4時ぐらいにまた温めてさ、テラはものすごい冷えとったよ。前今回はでもテラも温かかったよ。
こえ。本当は今日は下道で行く予定だった。そう、下道で行く予定だったけど、ちょっと時間が押しすぎて、高速移動になってます。正面右手の方に見える山が穂高岳って書いてある。ここ穂高。なんかさ、すごい走りやすいな道が。松本に入りました。北アルプスなんて。終わってるね。さすがにこれ紅葉だったらめっちゃ綺麗やったな、この道。オブセレクティで休憩。オッケー、行きますよ。なんか長芋金つばっていうのが売っててさ、ここでしか売ってないって書いてあったの。だからちょっと買ってみた。あれ雨降ったのかな、これ。雪降ったのかな。なんかすごいね、なんかそびえ立ってるね、すごいよ。なんかこう左が黒姫山で、真正面が池の峰。反対車線の向こう側に日本海が見えております。スタンドに寄ってきました。今 8.9 8.9 新潟だったんだよ。富山。ここから富山。ここから富山だよ。栄食堂って言ってね、なんかタラ汁が有名なんだって。朝7時からやっててさ、これ。で、この真正面が翡翠海岸。タラ汁栄食堂にやってまいりました。入れるかな。すごいっぱい、ほら、はい、じゃじゃーん、はい、タラ汁です。来ました。はい、じゃあいただきます。はい、ごちそうさまでした。こんな、ここ食べログで話題のお店なんだって。はい、はい、食べた食べた。降りれるんかな。何もやろな。塩味。緑。これそうなの？なあテラ。これ翡翠ってことにしよう。これ緑よ。テラ来た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 。緑。
これちょっと違う。なんで翡翠と勝手に決めました。勝手に翡翠と認定しました。これから向かうのは、魚の駅育児。なんかね、そこはちょっとあの歩けるんだって。散策コースがあるみたいで、どうせなら海岸線っていうか海の方を走っていこうかなと思う。ここに駐車場がある。翡翠海岸です。小回り効くね。ないね。世界で最も美しい湾、富山湾。翡翠海岸。翡翠探しにチャレンジ。色は白色で透明感のある石を中心に探すと良いでしょうって書いてあるけど、さっき緑だったじゃん。広い。ほら、ずっと。観光してる人もいっぱいいるね。翡翠拾ってんのかな、やっぱり。翡翠あったらいいけど、さっきのとこにはあったけどねって書いてある。波が高いね。すごい波じゃん。波でさ、石がさ、ゴロゴロ動いてる。ああ、このゴロゴロゴロって音がするね。ほらほら、面白いね。じゃあ行くよ。行ってきました。またまた行ってきました。さっきさ、緑色の石翡翠って言ってたけど、説明のところには違うこと書いてあって、ただの石ころ拾って遊んどっただけじゃん。ローカルな道を選んだらこんなところを走らされております。黒部川です。着きました。傷は開いたし、コップの方にもあるし。ショートコースで30分で行けるそうなんで、ちょっと軽く散歩したいと思います。油の匂いがする。船の油の匂いだ。なんかやっぱのどかやね。マンホールが魚。あ、本当や。あー、この下行くの。これ海の下をくぐるトンネルだそうです。ちょっと行ってみます。海底トンネル。日本唯一の人専用海底トンネルってことやね。宮津お寺。あれだ、船が来たら毒橋。これなりメス。1,2,3名水の里黒部へようこそ。至る所で伏流水がこんこんと湧き出ています。育児ではこれを小布と呼んでいます。育児には小布が18箇所あり、現在地多分ここ。美しい自然、心ゆくまでお楽しみください。はい、ここか。手打ち行こうか。行こう。あれがね、
あれ、これがなんかあの回転するの、どうなるんだろう。なんか遮断機がついてるね。船が来たら多分信号が変わって遮断機が降りて、でこの橋が横に行くのか、横にこう動く、こういう風になる。橋が動いて避けるという。一周回ってきました。グー、よし、ヘリコーデン。取れたてか、サザエの生粉にしじみ、おー、ヒラメ、ホタルイカ、ホタルイカ、いろいろ取れる。買ってここでさばいてもらうという、うん、あ、そうね。他にはちょっとまだ柔らかいかな。あとね、で、うん、あ、クレープ入る。はい。もうね、育児行ってきました。ちょっともう3時過ぎだったからあんまりもうなかったね。でも、アジをねさばいてもらってお刺身にしてもらったんで、ご飯炊かなかんやね。お刺身食べてゆっくりしたいと思います。まずお風呂に今向かいます。蜃気楼サイクリングコースだって。ここ蜃気楼が見れるんだ。新港の方に向かってます。天気が良すぎて眩しい。もうすぐ着きますよ、お風呂。行きます。いる？食べる？ナース。よし。アジを一匹買ってでさばいてもらった三枚おろしです。はい。今日の夕飯です。白エビのかき揚げ、そしてホタルイカの甘酢漬け、そして。アジのお刺身いただきます。乾杯。じゃあ早速いただきます。どう？いただきます。美味しいよ。だよ。うん。ま、さっぱりして美味しい。